綺麗だけど、なんだか悲しそうな人ですね。ああ。こういうタイプの女の人、苦手じゃなかったんですか？ああ。他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか？その場所へ行こう。すぐに確かめたい。こんな時間からですか？場所は聞いてある。ああ、神社の一部だったと言われています。旅館になった後、経営者の一家が住んでいたようですが、氷上山全域で大きな地滑りがあり、土砂崩れで埋まってしまったそうです。先生が依頼したアルバムが見つかったのは旧館の建物みたいですね。ああ、そうらしい。
岡さんがアルバムを見つけたのはこの部屋でしょうか。ああ、そう聞いている。Thank you.
Thank you.
丈夫か？はい。火事の後でしょうか。旅館の主人はここに移り住んで。何かいるのか？Thank you.
覚えてないのか。とにかく帰ろう。もう山から出ること